ち引き継ぎセレモニーを開催したいと思います。バンクーバーオリンピックから、ずっと引き継がれてきているハンオリンピックトーチです。ハンオリンピックトーチ、皆さん東京にがぜひ、引き継がれたのでこれを持って頑張らないかと思っています。今回福島が出発点で聖火リレーが47都道府県全部にでやるということになっていて、やっぱり向こう側 の、 その全国的なその広がりに対してね、私たちも本当に東京だけが反対しているような人がいるんではなくて、やっぱり全国津々浦々にやっぱり東京オリンピックいらないんじゃないっていうふうに思っている人たちっておそらく少なからずいると思うんですね。でぜひそういう人たちとこの反統治をつないでいけるような、そういうその広がりを作っていきたい。で今回やっぱりピョンチャンからそれを統治を受け継いだ、その統治をぜひ日本のいろんな人たちと受け継ぎながら2020年に備えて、まあ、反対の輪を少しでも大きく広げていけるようにぜひ頑張っていきたいと思っています。